ようこそ東京へ。どうも、やっと着きました。今回東京タワーってちょっと乗っときということで、前回まではカルガリーを出まして成田のショビに乗務いたしまして、72時間の東京ステイをカナダ人クルーたちと過ごしたり、また定番の東京観光して、今日は3日目。今日も暑い1日になりそうでございます。今浜松町の駅に向かってるんですけど、モノレールがあっちでございます。あれで空港行きます。東京タワーもあるし、すごい。アイドルが歌ってるのがね、めちゃくちゃ日本らしいなと思ったんですけれども、はい、空港に向かいます。めっちゃ工事してる。このモノレールの自体いいですね。ちょっと渋いにしても買いな、いっぱい上がらなあかんけど。どこや、何か。ここではない。さあ、ということで東京モノレール乗車いたしまして、今から羽田空港へ向かいます。大阪の伊丹空港もそうなんですけど、なんか空港行くときモノレール乗って行くこと多いですよね。大都会東京の景色を見ておりましたら、あっという間に羽田空港近くにやってまいりました。で、ここで少し注意していただきたいのが、どこの駅で降りるかっていう問題でございます。空港近づきましたら、天空橋なんていうキラキラネームの駅の後、第3ターミナル、整備場、第1、第2ターミナルとあるんですね。ここで自分の利用する航空会社がどこのターミナルか知っておかないと降りる駅間違いますんで。そんな私はまず第3ターミナルで1回降りそうになって、あちゃうわなって、で第1ターミナルあちゃうわなって、で最終の第2ターミナルでちゃんと降りることができました。停車の順番、第3、第1、第2です。ということで、羽田空港到着いたしました。おかんとね、多分15分20分ぐらいで着陸するっぽいんで、はい、おかんの飛行機を着陸するとこでも見ようかなと思うんですけども、そういうデッキがあるかは知らんけど、羽田空港全然詳しくないんですよ。私、成田空港、乗務してきたのは成田空港で、今羽田空港にいるという、東京の2大空港を回るツアーしてますけれども、はい。羽田空港、思ってるよりめちゃくちゃでかくてびっくりしてますっていうか、何回も来たことはあるんですけど、改めてね、やっぱり規模が全然ね違います。しかもなんかもうサラピンっていうかピカピカやし、何でもある。沖縄のブルーシールアイスクリームもあるし、沖縄行かんでも沖縄よから行く人おるやろうに、ここにある。しかもキュービーハウス、ヘアカットもあるし、何でもありますわ。さあみんな、空港には飛行機がたくさん並んでいるよね。みんなはどうして飛行機が空を飛べるのか知ってる？お兄さんは今の仕事の訓練中にその仕組みを学んだんだけど、それを言葉にしてみんなに伝えるのはちょっと難しいから、今回は勘弁してね。わかりやすく言うと、飛行機は愛で飛んでるんだ。うわ、やっぱ飛行機ってみんな好きですよね。大人気。ここは空港の屋上にある展望デッキ。ここは飛行機を間近に見ることができる絶景スポットなんだけど、髪の毛をピシッと決めてるときは来るのを控えてね。暴風で髪の毛ぐっちゃぐちゃになるから。はい、ということで、今は羽田空港なんですけれども、私今回のステイが72時間ということで、3泊4日なんですよ、東京で。まあ3日目かな、今日が3日目なんですけど、おかんは東京に今日からもう着くんですけども、着いて、で私の制作のホテルね、もう一人までゲスト OK なので、まあおかんちょっとチェックインさせてもらってですね、一泊して、で明日、夕方成田からバンクーバーに帰る日に乗務するんですが、私の乗務便におかんも乗るということでございます。これは初めてのことなんですけど、まあ自分の乗務便におかんを乗せることができて大変光栄でございます。はい、ということで、今日はそのためにまあ1日早く来てですね、全泊みたいな感じなんですけれども、ちょっと東京観光なんかもして、明日バンクーバーに一緒に行けたらなと思っております。ではまもなくおかんの飛行機到着しそうなので、到着ゲートに行って、出迎えに行きたいと思います。ようこそ東京へ。どうも、やっと着きました。疲れてんの？東京でやる。ほんまやな。とりあえず空港でな、すごい人やん。落ちちゃう。ほ
これ今ですごい重いんやけど。モノレール別に問題なく来れたんやろ。めっちゃ好きました。めっちゃ綺麗かったほんま、うん、久しぶり言うてもそんな久しぶりじゃんもんな。そうやね、左立ってくださいね。はい、すいません。どこにとか動かなかった。ほんならさっき昼行こうか、うん。なんかやり行きにくいな、ここ。スタバだな。うん。なんか食べ物飲むだけど、飲み物だけど。あ、空港の中で、うん、入った後にあったの、スタバ。あのフードコートみたいなとこかな。ホテルこっから歩いて全然行けるとこやね。横浜松町駅。浜松町。昔東京来たことあってやん、こっちが就職してすぐぐらいの時。その時多分この辺やったんちゃうん。泊まったホテルは右やねんけど、見てまし、ほら東京タワー。あ、このどの通りかわからんわ、うん、でも東京タワー見えたやろ。見えた、近かった。東京タワーの目の前やで。やっぱスカイツリーより東京タワーやろ。なんかパパ、うん、飛行機で飛び立ってな、うん、しばらく下見てたらさ、うん、梅田のあたりが見えるやん、うん、ね、でも空から見たら、うん、こんなもんかと思ってる梅田、うん、だってその周辺しかビルないの。でも昔ほら東京からさ飛行機で帰るときめっちゃどこにでもビルビルビル。そやな、そりゃそうや。だから違うなと思って。人もみんなお金持ちそうに見えるしな。夜は焼き鳥食べたいんだな、こっち。え、焼き鳥食べたい。食べたい。あ、食べたい。山椒、なんて書いてた。山椒切りって書いてた。切りそば。山椒が練り込んであるそうです。先いただきます。それ安いズボンじゃないの。安いズボン、言うと買ってよ。うん、はい、どうぞ。お待たせです。親子丼じゃなくて親子十。おすまし、おすまし。アベノハルカスは絶対ない。全然ハルカスじゃなくて天皇じゃないけど、うまんもんない。あ、だからハルカスとあの JR とあれ近鉄のとこやろ。ハルカスできてから行ってへんから。あれ、あ、ごめん、もう一個上や。この階ちゃう、もう一個上や。あの上の橋や。うん、あんな近くで新幹線うるさいな、割と油ささなあかん感じの音。東京タワー、東京タワーやっぱり見て。あ、ほらここ見て、ここ見て、綺麗ない。感想なしかい。日本庭園、芝離宮って書いてた。おかんが東京タワーの写真を撮っております。おのぼりさんなんで私たち。他のチェックインをします。景色見てみ。あれはリンゴブリッジ。え、ちゃうそれは。ちゃうちゃうやろ、それは。ちゃうか、全然形ちゃうやん。知らんけど。あ、そうやな、その先がそうなってるのかと思う、うん、ああ知らん、それはそうなのかな。船来た。ほんであれもなんかアクアライナーみたいなの来た。観光のやつやな、うん。2番線に新橋行きが参ります。新橋や。
心栽培しちゃう。よくサラリーマンのそこ行けへんけどな。これ何？なんかえらい人だかりできてるけど。なんか時間からくり時計なんちゃん。あと5分でなんかなるんちゃん。そういうことちゃん。なんのこっちゃ知らんけど。これ何の？これ日テレちゃうの？なちゃうんか？テレ。なんか始まるっぽいんですけど。時計持ってる。ほんでどうやろ。はい、六本木です。ここ六本木やで。はい、あ、六本木ね。うん、ギロッポン。ギロッポンの時代の人ちゃう、バブルの時。新国立美術館というところに来ました。ここの中にあるカフェでお茶したいと思うんですが、なんせお休みで今日は人が多いからどうやろうな、ごった返してるかな。あー、これがよく見る、この建築を見たくてとか言って、あの中にあるカフェに行きたいんですけど、いっぱいかもしれないな、この上のとこ。よくなんかテレビとか見ますもんね。ちょっと行列です。15分20分ぐらい待ちそうですけれども、まあまあどこ行っても混んでると思うんで、東京は待ちます。見たことない、なんかこの感じ。なんか知らん。何やったっけこれ、なんかルーブル美術館のなんちゃら。見に行ってへんけどな、ルーブル美術館展は。美術館スペシャル、スペシャル、かわいらしい感じの、あのあれみたい、デザートビュッフェとかのホテルの、ね、取ってきたやつみたい。そう言われればさ。かわいい、かわいい。なんかいっぱい入力しなあかんけど、まず登録してる名前がこっちじゃないからか。こっちの名前になってる。いや、さっきどんたの名前でやってみてもあかんから。番号、こっちの番号じゃん。携帯の番号シェアで、シェアで。それでやったけど、なんか違いますって出てくるから。あ、ほんだらこっちの分からんねん。ほんで3回やったらできにくなるって書いてたから、2回しかやってない。うん、こいのぼりや、いろんなパターンがあるやん。うちも鯉のぼりいつ何歳かも出してくれてて、カラ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 、うるさくてしまったやん。カラフルな、いろんな。日本は季節のあれがいろいろあるからね。六本木ヒルズでございます。ヒルズ族なんていう言葉ありましたけども、もう今聞かなくなりましたけど、まあいらっしゃるんでしょうけど今も。はい、六本木ヒルズっておしゃれに聞こえるけど、天王寺ヒルズだったら京橋ヒルズとか。京橋ヒルズだったらいけんな、別に音的には。ナンバーパークスみたいな感じやん、ここも。なんか公園がありつつビルがあって、東京にもあったんだやな。あのビル見て、すごいおもろい。真ん中ほら、あ、斜めになってる、切り込み入ったみたいな、見える、見えるだけなのか。入ったんちゃん、いや、のバンクーバーにも何かおもろいビルある。バンクーバーおもろいビルは多いな。
チャルルルルチャルルルチャルルルル、あ、流れたチャルルルル。森タワーに上がりまーす。映ってない。森タワーに上がります。2200円、高高いな。はるか3000円だから昔それが今1500円だと思う。東京やからまあしゃあない。52階到着です。入口は奥の通路をお進みください。この展示もあんねんな。わあすごい、あ、わあすごい、東京タワー、ここ絶景やな。富士山が見えてます。奥の方に初めて見た、東京から。すごい。ここさっき言ってた美術館のところで、あれはオリンピックやってたとこあるの。であの奥が新宿かな、知らんけど。落ちへんけど、後ろぐらい見てみぐるんって、じゃあ自分の体重でぐるんっていかない。ちょっと待って、体重をそっちに片方にずらしてみ、うん、後ろに。怖い。そう、戻ってくる。ずっと乗っとき。めっちゃコツ掴んだね。回ってへんでした。回ってない人もおる。あれコツ掴まなあかん、ね。ハツとレバー出てる、うん、分からん、見えへん。焼き鳥旅に来ました。ハーゲンダッツの時間です。おか何したんだっけ。ショコラなんとか、ショコラでディオ、ショコラでディオ、ショコラディオ。私はもちろん抹茶です。おはよう。おはよう。ちょっと首が痛い。ちょっとバキバキ言ってる。ピップマグネループ買いや、こっち買ったみたいに。おかんがちょっとトイレ行ってる間に長いんで、日本で買うたものをちょっと紹介したいと思いますが、まずは自由で買うた靴下、これ4足でね1980円なんですよ。で割とやっぱねしっかりしてる日本の製品やから、可愛いしね色、はい。まあちょっとここ2足ですけど、4足買いました。4足で980円でしょ。でこれ無印で買った固める巾着ってやつなんですけど、しかも 50% オフになってましたからね。690円のだから300円ぐらいになってて、これね別に私は畳めなくていいんですけど、この巾着、あの機内でねごちょごちょ自分の私物を入れる袋あるんですよ。なんかまああのそれぞれみんな自分のねオリジナルの袋を持って、あのまあ機内使うエプロンとかタブレット、あの iPad みたいなとかね、そういうのいろいろペンとかいろいろ入れてるのがあるんですよ。で私ずっとあのスリコで買ったジャパンって書いてる日本推しのね巾着使ってたんですけど、ボロッボロでコーヒーの芯もいっぱいついてるんでこれ買いました。ほんでこれ買い足し、キューレルちょっと音出た、キューレルのこれね、あの濡れたままに使える、シャワー浴びて肌が水ついててもそのままつけれるっていう保湿クリーム、そして無印のハード
タイプのヘアワックス、ほんで無印のこれちっちゃいトラベルサイズの保湿洗顔フォーム、ほんで粒組キウイ味美味しそう、ほんでこれ歯科ケアっていうところのなんかニキビパッチみたいなね、はい、こんな感じで購入をいたしました。まあ、別にねこれもバンクーバーで買える、あでもこれしかバンクーバーで買えない、これは無印あるからもしかしたらあるかも、多分あるかな、でも GU はないしカナダに、キュレールのこれもない、ここら辺もないと思うんで、まあそんな感じでございます。そうなんです、この釣り子のね巾着めちゃくちゃお世話になりましたよ。長い間使ってました。だいぶここ大きなコーヒーの染みついたりね、後ろもえらいことになってまして、こんな感じやって頑張ってくれたんですけれども、はい、まあ捨てませんよ、ずっとカバン入れてね、なんかあった時使えるように置いて持っときますけど、思い出なんで。これ日本のいろんな絵描いてあって、今もスリコ売ってんのかな、あのスリコってスリーコインズですね、300金日本の。でこれをクルーとかにね、あーって言ってジュムレの歌ーん言うて、うん、よう言われてました、の歌でー言うてでね、嘘でーすよね、そういうくだりしょうもないくだりしてましたけど、いろいろこう刺繍したりで、これでね会話になったりするからよかったなと思うんですけど、これがシンプルなこっちにスタイリッシュな東京スタイルになりました。はい、無印のさっきの畳の巾着なんですけど、ここにタブレットとかエプロンとか入れてます。でこれ昨日ね実は羽田空港でチラッと買ったなんか羽田限定のタグなんですって購入しました。これ目印でつけたいと思います。何ですか暑いと思うで、それえ今日それ暑いんちゃう服ないもの冬のしか、下パジャマですか、まだ。そうですね、そうですか。ということでおかんが準備に永遠に時間を要しましたためにだいぶ遅れての出発ですけれども、朝ごはん食べに行きたいと思います。今日も天気がよろしい。ちなみに今日はですね、今何時、9時半、朝の9時半なんですけれども、フライトは出発6時半ぐらいなんですね。で、私たちのクルーシャトルは、空港に行くバスはホテル15時、まあ、3時過ぎに出るんですけど、おかんはねそれで一緒に来てしまうと、最近成田空港めちゃくちゃ混んでるそうなんで、おかんはちょっと早めに電車で成田空港に一足先に向かいます。増上寺なんか一回来て次の日の朝行ったパン屋さんやってんけど、めっちゃ雰囲気良かったから、でもでもいっぱいかもな、誰かさん遅かったから8時ぐらいやったら多分、でも今そんなに飲むのこっち、今日でも6時に起きてた。でもここ綺麗で、左東京タワーバーンって見える。これとサラダでなんぼやと思う。とサラダ3000円ぐらい、4000円です。お野菜先食べないとね。これチキンコブサラダです。美味しそう、ブルーチーズもちゃんと乗ってる。すごいなここ、お寺とタワーのコンボ。その後ろのなんかビル知らんけど、あれ東京タワー、東京タワーを見る会みたいになってる。東京タワーの真下、うわぁ、ここだけ見たらなんか分かりませんよね。東京タワーです。今日のクルーにみんなに差し入れっていうか、みんなで食べれそうなお菓子選びたいんですけど、何がいいやろ。たい焼きやろ。たい焼きな、あんこはどうやろな。まあでも食べ慣れてへんもん食べてもらうな。あっちで食べれるもん食べてもしゃあないんか。サザエさんの人形焼きかわいい、見て、サザエさんの人形焼き。せやけどサザエさんは知らん人は何か分かんない、誰ですかって。かわいいな。でもこれにしようかな、普通にかわいいやん。でも何個、これかさばるかな。ミルクカスタード、そう選べるやろ、これの方が。あんこ挑戦する人、ドラえもん。ドラえもんは世界的に、いやー多分知ってる、知らん人多いと思う。え、そうだ。紅茶ひよこやって、結局何のひねりもなく東京バナナにしました。東京バナナにしました。お銀座です。
伊勢丹に、伊勢丹じゃあ三越か、三越でちょっと羊羹を買いました。しかもフルー用のやつ、この東京バナナの袋持ってる時点でめちゃくちゃおのぼり感、おのぼりさん感出てますけどね。今日はお休みの日なんでここ店になってますね。よくあのテレビの取材を受けてるとこや。ここ店の方歩こう。この道の先が京橋らしいで、東京の大阪の京橋とそっくりやな。さあもうそろそろホテルに戻らないといけない時間になってまいりました。ということで、なんかお腹そんな空いてないんですけれども、まあちょっとフライトの時間まで中途半端なんで、お昼うどん食べます。お蕎麦かな、どっちやろこれ。茹でたの、茹でたのにしよう、あとろろ蕎麦にしようかな。部屋帰ってきました。暑かった。ほんまに痛いだ、ずっとありましたね。バンクーバーは寒いらしいで、帰ったら詰めて岡崎東京駅から成田エクスプレスで、成田エクスプレスで成田空港へ。じゃあまずおかんが東京駅まで行きますんで、それまでちょっとホテルの下まで行きたいと思います。タクシーすぐ来たらいいけど、カバン大きいんでね。すいません、ありがとうございます。ということで、今おかんをですね、下のタクシーまで連れて行ったんで、まあ多分タクシーで、多分っていうか、タクシーで東京駅に向かっておりまして、そこから成田エクスプレスでおかんは先に空港に行きます。で、私はクルーシャトルのピックアップが3時15分。で、まだ1時間ちょっとあるんですけれども、もうちょっと用意したりとか、もう荷造りほぼ終わってるんですけどね、シャワーして、準備したいと思います。東京、結構長いこと言いたい気がしますけれどもね、またすぐ帰ってこれたらなぁなんて思いますけれども、どうなることやら。とりあえず今日のフライトも頑張りたいと思いますが、今日は帰りテレビうるさいな、ごめんなさいね、ついたままやった。ごめんなさい。帰りのフライト時間はですね、9時間ってことになってるんですけど、今行きのバンクーバーじゃない、カルガリーから成田に来る飛行機の状況を見てたら、結構今日早く来てるんですよ。フライト時間短いみたいなんで、来るフライト時間短いってことは帰りの時間が多分長くなる、私たちの多分乗務便が時間長くなるんちゃうかなって。9時間ではいかないかもしれませんね、風のあれがあると思いますけれども。ということで、まあ頑張りたいと思います。はい、ということで今気が寄りました。さっきおかんからも LINE 来てですね、もう無事成田エクスプレスに乗れたでということで、まあおかん先に荷物チェックインしてですね、セキュリティ通って、またセキュリティ通った制限エリア内でですね、私ももし時間があったらおかんとちょっと会いたいと、機内に行って準備できればなというふうに思っておりますけれども、荷物が大変パンパンでございます。買うものがいっぱいありました。はい、荷物パンパンですが、この調子で、成田空港の方向かいたいと思います。クルーとね、みんなでもうあと10分15分ぐらいですかねに集まりますので、下の方行きます。Oh yeah, even me, like... Really? Yeah. How are you? Is your mom already on the plane? Yes, she just left like an hour. さあ次回はですね、私の乗務便におかんがついに登場、そして一緒にカナダに向かいます。マンゴーパッションティーフラペチーノのティー抜き、ホワイトモカシロップ多めに追加にしました。ではカルガリーに向けて飛んできます。行ってきます。東京の流れでエレベーター左に立ちそうでしたわ。バンクーバー右でしたわ言うて。遅い、もう朝10時です。ゆず待ってたな、ずっとおかん降りてくんのな。ということで今回も長い動画最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、いいねの方もどうぞよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画ですぐお会いしましょう。さよなら、バイバイ。